カニの喧嘩はカニの格闘をモチーフに物理シミュレーションをゲームデザインの中核に組み込んだ格闘アクションゲームです。ルールはプロレスのようなもので、相手を倒して3カウント取れば勝ちです。物理レンズを用いたゲームはぐにゃぐにゃした動きの面白さを楽しんだり、パーティーゲームとしての楽しさを追求したものがあります。毎回違った動きをするため意外性があり、現実の物理挙動に基づいているため自由度が高く、誰が見ても分かりやすいのが売りです。このゲームでも現実のカニの喧嘩のようにハサミで取っ込み合いをして相手をひっくり返したら勝ちという誰でも見て楽しめるルールを基本にしつつも、今までの物理演算ゲームにないテクニカルな本気の対戦が楽しめるゲームを目指し、数多くのメカニズムが入っています。攻撃にはガード、ガードにはつかみといった格闘ゲーム的な行動の相性は残しつつも、このゲームでは2本の腕をコントローラーで自由に動かすことができます。カニの全身は見た目に忠実な接触判定を持っています。つまりガードしている腕を受けて攻撃したり、相手の攻撃をつかむといった行動が可能です。もちろん相手も自分も常に動いているので狙い通りになるとは限りません。しかしプレイヤーはいつでもカニを動かすことができるので、行動の読みで劣る初心者でも上級者に勝つチャンスがあります。武器がカニのアクションを大きく変化させます。飛行を可能にするジェットエンジンはその最たるものですが、例えば小柄なカニでもリーチの長いポールウェポンを持つことで武器の質量を生かした大胆な攻撃が可能になります。その他にも鎖鎌で相手の動きを制限したり、三節棍はいろいろな方向からの攻撃が可能です。乗り物で突撃することも可能です。武器は使えば一方的に有利になるというわけではありません。カニの腕にはスタミナが設定されていて、これがゼロになると武器を落としてしまいます。また相手の武器をカニのハサミで挟めば瞬時に奪うことができます。武器は相手に投げつけることができます。つまり装備の解除を条件に遠距離攻撃が可能です。武器の形状によっても効果が異なります。例えば盾は相手にぶつかって戻ってくるという特性がありますが、刃がついていないのでガードは容易です。一方槍や剣は盾ほど再使用できませんが、多少ぶつかっても直進するのでダメージを与えやすいです。攻撃を受けるとダメージを受けます。パーセントで表示されるのはダメージが溜まると不安定になって倒れやすくなります。ダメージが溜まった状態でパンチを受けると一定時間安定性がさらに下がります。この名前の下のゲージが伸びていると安定性を失っている状態です。このゲージをよろけゲージとでも呼びましょうか。倒されても3秒以内ならまだ起き上がることができます。しかしダウンを繰り返したり、ダウン中に攻撃を受けるとよろけゲージの中央は黒くなっていきます。こうなると起き上がる力が失われている状態です。したがって何度も倒せばいつか勝つことはできますが、追撃したり体で押さえつけるのが勝利への近道です。ダメージが溜まってしまったらもう逆転は難しいのか、そんなことはありません。カニにはハイパーモードという切り札があります。ダメージが一定蓄積するとカニは光り出します。この状態でハイパーモードを発動するとカニは15秒間倒れなくなり、いわゆる必殺技も使えるようになります。カニハメハ、カニコプター、カニ王手になる。もう時間がない。残りの要素はざっと並べていきます。壁を歩きます。カニなのでスティック操作は難しいという人のために加速度センサーによる操作ができます。タッグマッチもあります。ボリュームもたっぷり、カニは23種類、武器は48種類、ステージは11種類あります。ステージ内限定武器もあります。キャンペーンモードではレベルアップもあり、重いカニ、速いカニ、しぶといカニが作れます。以上、カニの喧嘩ファイトクラブでした。